京急栗浜駅は神奈川県横須賀市栗浜4丁目にある京浜急行電鉄栗浜線の駅である。駅番号は KK67 夜の東口。ウィングのライトは長い間消えていたが2021年2月末頃に再点灯した。撮影は2021年4月2日。島式ホーム2面3線を有する高架駅である。 当駅より上り方は伏線、下り方は単線となっている。列車は主に1番線と4番線から発着する。2番線と3番線は線路の両側にホームがある抽線で、当駅終着、あるいは当駅始発列車が主に使用する。ダイヤ乱れが発生した際は遅延回復のため、三崎区地域の列車が2番線に入線することがある。 駅で入り口は名目上、東口と西口に分けられているが、改札口を出て、右手にある西口は、さらに左手と右手の2箇所に分かれている。どちらも階段があり、バリアフリーには、非対応で、エレベーターエスカレーターは、東口のみの設置。JR 栗浜駅へは、西口右手の出口が最寄りである。2008年12月10日から、 付近にある観光スポット、栗浜花の国のコスモスをイメージさせる曲として、横須賀市出身の山口桃江の代表曲、秋桜をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディは、スイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。2019年度の1日平均上降人員は42,350人で、あり、京急線、全72駅中12位。 栗浜線内では最多横須賀市内でも横須賀中央駅に次いで多い。また近接する栗浜駅と比較するとおよそ3倍の利用者数である。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り。JR 栗浜駅周辺は平坦な地形で市街地となっている。京急栗浜駅。 東口バスターミナル、京浜急行バスにより運行されている。京急、JR 双方の駅前にそれぞれバスターミナルが設けられ、近隣を走る路線はすべてどちらかをターミナルとする。周辺の住宅地をはじめ、工業団地、栗浜港などへの路線が伸び、駅と合わせ交通結節点として機能している。発着する路線の詳細は、京浜急行バス、 栗浜営業所、京浜急行バス絹笠営業所を参照。駅東口に設けられたバスターミナルに発着する。3番乗り場まであり、校舎専用バス停が一つある。なお、校舎に関しては待機場で行うことの方が多い。京急ファミリー鉄道フェスタ開催時のシャトルバスは、校舎専用バス停から発車する。4番乗り場、JR 栗浜駅。 バスターミナル駅西口、JR 栗浜駅前のバスターミナルである。ありがとうございます。